イーチャリティーチャンネル。はい、こんにちは、イーチャリティーの井上です。今日はですね、こちら電動自転車のですね、充電器の、磨く動画を撮っていきたいと思います。これね、ヤマハとかブリヂストンのね、充電器なんですけども、見てわかりますかね、結構ね汚れてます。で、裏もですね、結構ね、こういう、まあ、黒い部分とか、まあ、パッと見綺麗には見えるんですけども、結構ね汚れてるんで、これをですね、お客さんのねところに行く状態に、今から磨いていきたいと思います。はい、使う道具のね説明をしていきたいんですけども、まずはですね、まあ、雑巾とかね、まあ、何でもいいんですけど、拭き取る布ですね。で、次はですね、歯ブラシ、まあ、使い古したやつでいいんですけど、まあ、細かい部分をね磨くのに使ってます。で、次はですね、激落ちくんとかね言ったら多分皆さんわかると思うんですけど、まあ、スポンジでね、汚れを取る、やつですね。で、次はですね、ラベル剥がし雷神っていうのを、まあ、うちは使ってまして、まあ、シールなんか剥がすときにね使ってるやつなんですけども、まあ、これでね汚れ落とすのに使ってます。はい。で、次はですね、まあ、パーツクリーナーですね。まあ、これ自転車関係だとすごいよく使うんですけども、パーツクリーナーも使っていきます。はい、じゃあそれでは早速ねやっていきたいと思います。
はい、以上でですね、充電器の、磨きの方がね完了したんですけども、こんな感じですね。この状態でお客さんのところに届きます。充電器、まあ、これねまだマシな方で、本当にね黄ばんでしまってるやつから、もっとね真っ黒になってるやつまで、まあ、いろんなやつがあるんですけども、まあ、できる限りね、まあ、綺麗な状態にしてお届けできるように磨いてます。それでは最高の電動自転車ライフを。